がわかりません。こりゃ花の江戸で何も高き、行きところはこんまごめ吉祥寺、茶の井の座敷の奥の間で描くもんなされし後ろから、膝でつついて寝て知らず、こりゃたとえ本ごとこの寺が道ほどいかほど下手つとも、言い交わしたいこのことは必ず忘れてくださるな。ああこりゃこりゃ変われば本郷の二丁目で、今日が八百屋の店開き、店で売るものなんと何、人参ごぼうや山の芋、こりゃしいたけかんぴょんも売る八百屋。そんな八百屋をやめにして、可愛い吉さんにそうはよかと、女心の浅はかさ、頭我が家を焼いたなら、二度と吉さんに会わりょかと、こたつのお木を二つ三つ、うぐりそで小芝にかいくろみ、手慣れ知らずの箱橋を、溶けた残りってほとどんなく、こりゃ二桁三桁が血の涙、上り詰めたがおししこそ、我が家の日差しに火をかけり、にわかに嵐が募りきて、今は本郷が大火事で、お江戸でなたかき引き刺繍、味よ味よと詰め寄せり、誰しで舞とは思えども、口がつけた受け目が、とにいたしたそのために、哀れお父は召しとおられ。ああこりゃこりゃ、かわいやお父は後ろ手に、無機嫌の駒に乗せられて、引き出すところが老屋口、広天馬町から小天馬町、おや、お目に花咲く麹町、いつもニコニコ人形町、今はなけれど暴露町、神奈川渡りが日本橋、品川表となりならば、右と左が明山町、余ったお嬢が指をさす、あれが八百屋のお七かと、おや走ったよい子だよい日よだ、もこそ花だった桜色、刻んで笑顔で色白で、お七が姿で柳越し、あこりゃ菊さんが迷ったも無理はない、あこりゃこりゃ変わればお江戸なも高き、お守り様の鈴が森、暑いわいな吉座さん、苦しいわいな吉座さん、わっと泣いたる人声が、煙にもろとも立ち上り、はい、哀れお七の見納め見納め